らが日本代表。インターナショナルカップアジア予選、ついにその初戦です。サポーターが見守る中、ピッチ上では選手たちが円陣を組んでいます。さあ今心を一つに、日本代表、毎回熱いドラマを胸に、そして歴史に刻む我らが日本代表。さあついにインターナショナルカップアジア最終予選、その初戦ですが、七海さん、はい、日本代表のチームの仕上がりをどう見ますか？そうですね、今のチームは先制してリズムを生み出すスタイルだと思うんで、初戦ですけど積極的にいってほしいですね。はい、立ち上がりから積極的にいってほしい日本代表ですが、北澤さん、はい、今日のこの初戦、日本代表どういったところに注目されていますか？僕も今ね、七海さんおっしゃったように、いかに先制点が取れるかに注目しますよね。はい、昨年の日本代表の試合を見ていると、相手に先制点をプレゼントしてしまうケースがとても多かったんですよね。非常にプレス早いですね。遠藤弾かれて必死のクリア。さあ誰に出すのか、ここからラインの裏ですね。さあ打てるか、本田うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。タイミングのいい浮き球のパスでした。さあ縦のボールを入れてきますが、これは合いません。タッタリー、うわー、ゴール決まった、素晴らしい、見事な連携、ワントラップしてシュート、見事でしたね。そうですね、まあシュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、はい、ここが全てだったと思いますね。そうですね。さあ日本、貴重な先制点を奪いました。長谷部から遠藤、さあ笛が鳴ったところで息もつかせぬ前半が終了します。キックオフ、さあ日本1点を先行しています。長谷部、ボールは長友、ね、長友、しかし枠を捉えられない。長いボール浮かしてきた、行ってきますよ、シュート、わー今よく触りましたね。これはバインセーブです。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。少し注意した方がいいかもしれませんね。ボールはクリア。さあ誰に出すのか、このパス、ここで終了を告げる長い笛。1対0、日本1点差で勝利、かろうじて勝ちました。